はい、いらっしゃいませ。視聴者誰？いぶきくんが来た！出た！いぶきくんが来たよ！やめてよ！混んでよ！ね。炎のマジシャン、梅光やってまいります。炎のマジシャンでございます。いぶきくんが来るとはね、思わんかったね。やっていこうね。てか曲流すの忘れとった。ごめんごめん。曲流してなかったわ。はい、曲流してやっていこうかね。はい、最初ね、定番のピングのマジックやっていきたいと思います。はい、4本のね、ピングね、よーく見とってね、ここよ、ここ1、2、3でね、貫通します。いいですか？するだけで、外れてしまいます。もう一回ね、やってみますね。輪っかのマジックでございます。ワン、ツー、スリー、打ち込むと入ってしまいます。ちゃんとね、入ってます。ちゃんとね。はい、こっちも息を吹きかけるだけで入ってしまいますと。はーい。いいですか？次、指を鳴らすだけ。一本だけ、取れます。よーく見とってくださいよ。ここら辺に穴がありますからね。小さい小さい、見えない穴がね。ワン、ツー、見えました？入ったのが。これで3本。ここがね、一番難しいところ。輪っかがね、通り抜けます。はい。ここは一番難しいよ。2本のリンゴの間に1本リンゴが入ってます。これが一瞬で外れてしまいます。これで3本繋がって、一本のリングが下からこのように通り抜けてしまいます。これで4本です。もう一回いきます。上のリングが下に息を吹きかけると落ちてきます。もう一回ね。いきます。一番上のリングが吹きかけると一番下にね、落ちてくる。ね。不思議と思ったらね、ギフトの方お願いします。もう一回最後ね。これで、落ちてきます。ワン、ツー、スリーで外れてしまいますとね。ありがとうございます。いぶきくんすごいってね。ありがとうございます。はい、赤いボールがね、あります。赤いボールね、1個しかありません。これが2個になったらすごいですよね。はい、これで2個。この2個のボールが、3つになったらね、すごいでしょ？はい、これで3個です。最後、3個になったっていうことは、4つになります。ふっと吹きかけると、4つ。赤いボールは4つになります。ありがとうございます。TikTok ライブ5日目です。初心者のね、TikTok ライバーですけども、TikToker やな。TikToker ですけども、応援の方よろしくお願いします。この4つのボール、一瞬で消えてしまいます。はい。いいですか？この3つのボール、よう見とってください。ワン、ツー、スリーで2個になってしまいます。あら不思議。この2個のボールが一瞬で1個になったらすごい。はい。この1個のボールも握ると消えてしまう。ね。ありがとうございます。はい、これね、肉まん、ちっちゃい肉まんね、もうね、何かあるか分かってるでしょ、みんな。こう、撫でると、一瞬でね、ハンバーガーになっちゃうんで、はい。ありがとうございます。なんと何かな、マジックね。トランプね、使ったマジックやっていきましょうかね。ここ、ご覧ください。ね、何もないところからトランプがね、出てくるんで、はい。ありがとうございます。ほいほいね、ほいほい、トランプがね、どん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 出てきます。無限にね、ほいとするとね、こんだけ出てきます。ありがとうございます。ですね、この枠では、手品配信をやっております。はい、本日で5日目でございます。 TikTok ライブ5日目、まだまだね、新人なんで、よろしくお願いします、応援の方。はい、トランプマジックしましょうかね。はい、シャッフルして、ね、使
好きなところでストップって言ってほしいんですけども、誰もねストップできないですよね。ちょっとね、はい、この辺でいいや。一番上のカードね、見てください。はい、これをだいたいね真ん中ら辺に入れます。はい、今からがマジック、有名なねアンビシャスカードっていうマジックですね。指鳴らすと、一瞬でね一番上に上がってくるというマジック。違う、もう一回、これで、一番上にね上がってくる。多分ライブやけん見えにくいですよね。9のダイヤね、9のダイヤをまた真ん中に入れます。一瞬で、9のダイヤは一番上に上がってくるね。真ん中あたり本当に入れます。いいですか、今真ん中あたりですよね。わかりますかね、真ん中あたり入れます。このようにね、この状態でも指鳴らすだけで、9のダイヤが上がってきます。一番ね、わかりやすいのはね、9のダイヤをこう折り曲げてしまうんですね。折り曲げると大体わかりやすい。はい。ね、9のダイヤはこのように折り曲がった状態になります。この状態ね。指を鳴らすと、ゆっくり上がってきて上がってきて、ほら、上がってきた。はい。9のダイヤが一番上にね、上がってきた。そういうマジックでございます。ございます。今日はね、8時からの配信ではなく9時半になってしまって申し訳ございません。はい、月曜日からねまた8時からちゃんと、ライブ配信やっていこうと思います。土日はねまた違ったライブをしたいと思います。はい、今日はねこれぐらいで終わりたいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。できればねフォローとかしていただいたら、喜びます。 YouTube でもね博多の救世主の日常というね、パチンコとかなんかいろいろやってる動画出してるんで、そちらの方も見ていただけたらなと思います。それでは、失礼します。博多の救世主。